お待たせしました。じゅりっこに会えます。この2年間画面の向こうにいる皆さんの顔を想像しながら撮影をしてきました。明るく元気に撮影しているように見えるかもしれませんが、実は寂しく感じる時もあったんです。なぜならいつもいつもお部屋の中にはたった一人、目の前にはカメラと照明とマイクがあるだけの無機質な撮影部屋。ダー来たー、ここまでです。サビ大丈夫ですか？こうやって叫んでいる時も目の前にあるのは壁と機材のみです。だからずっとこう思っていました。画面の向こうのみんなに会いたい、やっと叶います、やっと会えます。みんなもこんなイベント楽しみにしてたよね。お待たせしました、じゅりっこに会えます。3月21日池袋にて、今回のイベントは踊らない人も参加 OK、 個別対応あり、ダンス披露あり、先着順だよ。詳細はホームページからチェック。無料ダンスレッスン、朝練を一緒に受けよう。じゅりっこダンス部のチャンネルでは、皆様のダンスがもっと楽しくなるような動画をたくさん載せています。チャンネル登録をして、じゅりっこダンス部に入部してね。踊る